こんにちは。樋口一葉作「うつせみ」の9回目をお送りします。ゆき子が繰り返すことの葉は昨日も今日もおとといもつ月の以前もその前もさらに異なる言葉言わざりき。唇に耐えぬは上村という名許したまえという言葉。 学校といい手紙といい我が罪お後から行きまする恋しき君去る言葉をば次第なく並べて身はここに心はもぬけの殻になりたれば人の言えるは聞きはくるよしもなく楽しげに笑うは無心の昔を夢みてなるべく胸を抱きて苦悶するはやる方なかりし当時の様の 再びうつつに現るるなるべしおいたわしきこととはたきちもいいぬおらも言えり心なきお三ん,んの末までさ様に罪ありとはいささかも言わざりきじ八条の袖の長き書生をりめして品のよき高まげにおねがけは桜色を重ねたる白の竹長 平打ちの銀冠一つあっさりと遊ばして学校がよいのお姿今も目に残りていつ元のようにおなり遊ばすやらと心細し上村様も良いお方であったものをとお蔵の言えば何があの色の黒い武骨らしきお方学問は偉かろうともどうでうちのお嬢様がついにはならぬ 根っから私は褒めませんぬ」とおさんの力めば「それはお前が知らぬからそんな憎くてい,いなことも言えるものの三日つきあいをしたら上村様の後を追うて三途の川まで行きたくなろう番長の若旦那を悪いと言うではなけれどあなたとはたちがちごうて言うに言われぬいい方であった」。 私でさえ、上村様が何だと聞いたときには、おかわいそうなことをと涙がこぼれたもの。お嬢様の身になっては辛かろうではないか。私やお前のようなこいならばことはないけれど、普段慎んでおいで遊ばすだけ身にしみることも不可かろう。あの親切な優しい方をこう言う手は悪いけれど、 若旦那さえなかったらお嬢様もご病気になるほどの心配は遊ばす前にそういえば上村様がなかったら天が太平に収まったものをああ浮世はつらいものだね何事もあきつけに言うてのけることができぬからとてお蔵はつくづくままならぬを痛みぬ今日は ここまでといたします。ありがとうございました。